2016年トルコクーデター未遂事件は2016年7月15日にトルコで同国軍の一部が格作し失敗に終わった政変である民間人を含め死者は290人に及んだ2003年に首相に就任し11年務めた後2014年に大統領に就任したレジェップ・タイップ・エルドアンは好調な経済を背景に支持率を高める一方 独裁的な傾向を強め、トルコのイスラム化政策を推し進めた。これに対して、世俗派の守護者を自負するトルコ軍は、政教分離を重視していたため、軍との関係は良くなかった。2016年5月5日には、憲法改正による大統領権限の強化を目指すエルドアンと対立してきた首相のアフメトダトールが辞任を表明するなど、 エルドアンによる強権体制の強化が懸念された。レジェップ・タイ・ップ・エルドアン大統領2016年7月15日夜、トルコ軍の一部反乱勢力がイスタンブールのボスポラス海峡に架かるボスポラス大橋とファーティフスルタンメフメト橋を部分的に封鎖し、首都アンカラ上空では軍用機で低空飛行を行ったほか、イスタンブールやアンカラの路上には兵士が展開した。 15日は金曜日であったためイスタンブールは多くの人々で賑わっていたが、クーデター発生により人々は家路を急ぎ、街から人の姿は消えた。またイスタンブールにあるアタチュルク国際空港の周辺には戦車が展開され、同空港に到着予定だった航空便はキャンセルされた。また、作戦初期の段階で参謀総長の古シアカルがアキンジ空軍基地で、 反乱勢力に身柄を拘束され、人質となった。実験当日、エルドアンは休暇のため、リゾート地マルマリスに滞在していた。反乱勢力の首謀者はこのタイミングを利用して、エルドアンを攻撃することを決定し、反乱勢力のエリート部隊25人が3機のヘリコプターに分乗し、エルドアンの滞在するホテルに乗り込んだが、到着の数分前に、大統領特別治安部隊は、 エルドアンを密かにホテルから退避させていた。その直後にホテルは爆破され、ま一発で難を逃れたエルドアンは治安部隊によって近くにある別のホテルにかくまわれ安全を確保することとなった。マルマリスでは反乱勢力と大統領側の治安部隊、地元警官隊との間で銃撃戦が発生し、反乱勢力はエルドアンの身柄を拘束することなく退散する。 エルドアン自身への攻撃はなされなかったものの、エルドアンの主席秘書官は拉致された。この後、エルドアンはビジネスジェット機でイスタンブールに向かうため午後10時40分頃に、マルマリスから車で約1時間15分程度の場所にあるダラマイ空港を出発するが、最中に反乱勢力の F16 戦闘機2機に追いかけられ、何度も飛行の邪魔をされたものの、 判断勢力のパイロットはなぜか最後までミサイルを発射することはなかった。首相のビナリ・ユレゥルムは民放テレビ局 NNTV の電話インタビューにて軍の一部により何らかの企てが行われた可能性について調査していると発言。これは政治権力を強奪する違法行為であり、試みたものは大きな代償を支払うことになるとし、これをクーデターと呼ぶのは適当でないと申した。 7月15日、クーデターに抗議する市民その後、祖国平和協議会を名乗る反乱勢力がテレビや電子メールを通じ、権力を掌握したと発表。自らもトルコ正規軍より上に立つ存在であると主張した。クーデターはトルコにおいて憲法による秩序や民主主義、人権、自由といった価値観を保障し、回復させ、最高法規を トルコ全土にまで行き渡らせ、崩壊した秩序を回復させるために実行したとした、ほか、トルコがこれまでに締結したすべての国際的な合意や責任は引き続き有効であり、全世界の国家との友好関係が保たれることを希望するとした。祖国平和協議会は TRT に押しかけ、放送中の天気予報を中断させ、 職員を後ろ手に縛り質問を禁じた後、数人を残して密室へと連行し、残ったアンカーウーマンであるティジェンから小銃で脅しながら、声明文を読むよう強制した。そのさなか、イスタンブールに向かっていたエルドアンは、スマートフォンのテレビ電話アプリフェイスタイムを利用して、CNN トルコに出演。カメラがスマートフォンに向けられる中、エルドアンは国民に対し、クーデターは成功しないとし、 広場や空港に集まるよう呼びかけた。また、トルコ政府は、これは、軍の一部が、指揮系統から外れ、民主的に選出された政府を打倒する試みであり、トルコの民主主義に対する攻撃であるとしたほか、反乱勢力の声明は、軍司令官の承認を受けたものではないと指摘。トルコ政府は世界に対し、トルコ国民との連帯を求めた。 トルコ国営放送への襲撃から数時間後、反乱勢力は CNN トルコや日刊紙ヒュッティエト、その姉妹市で英字市のヒュッティエトデイリーニューズなどを所有するドアンメディアグループの施設を襲撃する。CNN トルコの画面は何も映らなくなり、銃声や言い争いをする声だけが流れた。またヒュッティエトの編集主幹は新聞印刷を断念するに至った。 16日夜明け前、アタチュルク国際空港に到着したエルドアンは、記者会見を行い、一連の政権転覆の試みは、イスラム説教士のフェトフラー・ギュレンを支持する一派による、ものであるとし、反乱勢力に関わった兵士らの拘束を、開始しているとした。しかし、この期に及んでも、反乱勢力は、抵抗をやめず、午前6時半前に軍用機で、アンカラにある、 大統領府付近で空爆を実施し、数発の爆弾は大統領府の建物をわずかに外れ着弾。この攻撃により多数の市民が負傷し、煙が空を覆った。逆に、正規軍は反乱勢力が大統領府外に展開した戦車に対し、海16戦闘機による空爆を実施。また、反乱勢力が衛星通信施設への攻撃に使ったヘリコプターは、 正規軍によりアンカラのゴルバ橋で撃墜された。やがてユルドゥルム、MIT の報道官がネヌ t v テレビに対し、クーデターは失敗したとの見解を表明。ユルドゥルムは国内が政府の統制下に置いているとし、MIT 報道官は反乱勢力がハイジャックしたヘリコプターで MIT を標的にしようとしたが、負傷者はいないことも明かした。日正午前、 参謀総長代行が、クーデターの失敗を宣言し、反乱は12時間足らずで鎮圧された。クーデターが失敗した16日、公正発展党、共和人民党、民族主義者行動党、国民民主主義党の主要4政党は共同で、クーデターを非難する声明を発表。政治的な違いは存在するが、国民の意思に沿い、受け入れ続けるとした。また翌日の十七日、 アンカラの崩れない広場やイスタンブールのタクスイム広場にはクーデター失敗を祝う民衆が国旗を手に集まった。クーデター未遂の騒乱ではエルドアンの旧友であり2014年の大統領選でエルドアン陣営の選挙活動を立案したエロール・オルチャクがボスポラス海峡の橋の上でクーデターに抗議していた際16歳の息子と共に射殺された。17日に行われた エロルの葬儀にエルドアンも参列して、弔辞を述べ、涙を流す姿がテレビで放送された。エルドアン支持者の中からは、死刑復活を要望する声が出始め、死刑制度復活を求める群衆に対し、エルドアンは民主主義を尊重する立場から死刑制度復活を示唆。18日には CNN テレビのインタビューにて、議会が死刑制度復活を議決すれば、 大統領として承認すると述べた。しかし、トルコが2004年に死刑制度を廃止したのはトルコが希望する EU 加盟のためであり、7月18日にドイツ政府報道官のシュテフ・フェン・ザイベルトはトルコが死刑制度を復活させた場合には EU 加盟は不可能になるとの見解を示した。アキン・オズ・トゥルク・クーデターが鎮圧された後、エルドアン政権による一大粛清が行われる。 関与したとされる軍関係者が次々に身柄を拘束され、7月18日までに軍関係者、検察当局や判事など、司法関係者の約7500人以上を拘束したほか、警察官約7900人、地方の知事や市長30人を含む公務員8700人を解任した。疑いをかけられた軍人の中でも最高位である前 空軍司令官アキン・オズトゥルクは一時、クーデターにて主な役割を果たしたことを自供したが、その後は容疑の否認に転じたと報じられた。オズトゥルクは18日にアンカラで開かれた刑事裁判所に出廷し、クーデターの計画も主導もしていないと容疑を否認した。16日にはトルコ軍兵士8人がヘリコプターでギリシャに飛び、政治亡命を要請。 しかし8人はギリシャへの不法入国やギリシャトルコ間の友好関係を悪化させた容疑に問われ起訴された。彼らはクーデター計画を知らず、上官の指示によりイスタンブールの路上にいた負傷者を運んだだけと弁護人に主張したものの、トルコのチャブシオール外相は8人を裏切り者とし、ギリシャに対し即時、身柄引き渡しを求めた。フェトフラー・ギュレン別の黒幕として、 元軍法律顧問のムハレムコセの名前が、トルコ政府側によって挙げられている。コセはイスラム説教士のフェトフラー・ギュレンの支持者である、ギュレン運動の一員で、ギュレン運動はかつて、エルドアンの支持母体となるなど、ギュレンとエルドアンは協力関係にあったものの、2013年末に、エルドアン政権に大規模食事件が発覚し、エルドアン側はギュレンが仕掛けたものとして、両者の関係は悪化。 こうしたことから、トルコ政府は、反乱勢力がギュレン運動とつながっていたとして、アメリカに対しギュレンの身柄引き渡し要求が行われたが、ギュレンはクーデターを非難し、自身の関与を否定している。また、引き渡しを要求されたアメリカもギュレンがクーデターに関与した証拠を示すよう求めた。また、エルドアンと対立するエジプトやアラブ首長国連邦のクーデター支援も主張された。 2020年11月26日、トルコの裁判所は、クーデター未遂事件をめぐり、元空軍パイロットら337人に対し、殺人や憲法違反、エルドアン大統領の暗殺未遂などの罪で、終身刑を言い渡した。トルコ政府は、多数のクーデター活動家や支援者らを逮捕する過程で、アメリカ人牧師アンドリュー・ブランソンを拘束。このことは、 アメリカ合衆国側から激しく非難を招くこととなり、国際問題化2018年8月のトルコリラ暴落のきっかけにもなった。トルコの裁判所は2018年10月、ブランソンに対して有罪判決を下すが、未決交流期間を契機に参入するなどにより海外渡航禁止措置を解除。ブランソンがアメリカへ出国することで決着がつけられた。 過去トルコでは軍部によるクーデターが何度か行われて、きたが今回のクーデター計画が失敗に終わった理由はいくつか指摘されている。反乱勢力はクーデター計画が漏れるのを恐れ、予定を早めざるを得なかったとされるほか、軍全体の支持を得られると軽く見ていた節があり、結果として一部での放棄にとどまった。また、アメリカや日本、ドイツ、イギリス、ロシア、 中国などは現政権の支持を次々に表明し、反乱勢力は国際社会の支持を得られなかった。過去の軍が起こしたクーデターは治安回復を希望する国民の支持を得てきた。今回もイルドアム政権に対する不満が国民の間にはあるものの、暴力や流血による解決は望んでいなかったほか、経済発展が順調だったことも国民の支持を得られない一因となった。 今回のクーデター未遂では SNS が重要な役割を果たしたと指摘されている。反乱勢力によるクーデターの様子は Facebook のライブストリーミングで配信されていた。またイスタンブールに移動中のエルドアンが国民に呼びかけたのは FaceTime を利用してのことであり、これが国民の抵抗に大きな役割を果たすことになるが、当のエルドアンは SNS 嫌いで知られるという皮肉な結果となった。7月10日より、イスタンブールのイスタンブールコングレスセンターにおいて、開催していたユネスコによる、第40回世界遺産委員会の議事が中断し、日本の国立西洋美術館を含むルコルビュージへの、建築作品近代建築運動への顕著な、貢献マイナスなどの審査が翌日に延期となったほか、 キー産地の霊場と産経道における熊野古道の登録範囲を拡張する審査は取り留めとなり委員会そのものも20日までの会期だったものが17日で終了した。ありがとうございます。